やがて100年を迎える熊本のビルで、熊本の映像クリエイター中川文也が目の前のゲストに光を当てる5分間。本日のゲストは3人組のヒップホップグループマムシ MCs のラッパー MC レイジさん。熊本といえばマムシと言われるほど九州のヒップホップシーンに影響を与え、先日30周年を迎えたレイジさんにスポットライト。どうやってそのメンバー3人は集まったんですか？俺たちもこう地元のそのクルーというか、まあ、地元の同級生とか、はい、まあ、ちょっとそういうお姉ちゃんにモテたい男たちみたいなもうどうしようもない、はいはいはい、まあ、4,5 人から始まって。ああ、そうなんだ。そうそうそう、がもともと9トラックって、はいはい、まあ、そうか。それでももう30周年ぐらいだ。30周年だよ、ね、もう動機は不純よ俺たちもう本当誰にも負けないぐらい動機は不純。そうね、やっぱ一番衝撃って、もう誰もが言うけども、やっぱランディ MC、はいはいはい、ウォークディスウェイとかをあのディスコで聞いた時に、その爆音で聞くっていうことないじゃん、はい、やっぱ家におったらさ、はい、だからもうその日が始まりみたいな感じですよね。音っていうところでドーンって入ってきたのはやっぱそれだったかな、はい、一番大事にしてるのはやっぱ嘘をついてない、 ありのままの自分で居続ける。特に俺のラップってこう結構言葉数少ない方に、はいはいはい、俺はあえてなんかそういう風にしたい、まあ、勝手に思ったりしとるところもあるんだろうけど、それによってほらいろいろ聞いた人が想像して膨らまかしてくれたら面白いなと思って。あ、誰かのことを歌にしてるんじゃなくて、もう自分から湧き出るもの、まあ、そこらがもう大半じゃないかな、あ俺とかの場合は。でもその中でも共感してくれるものだったりとか、はい、人に言いながらも自分に言ってるものだような感じ、感覚だったりとか、そう考えると M なのかもしれんねかもしれないですね人に言って自分にみたいな。マーケットとしてはもう確実にその選択肢がもう増えたなと、うん、すごい、はい、これも聞いてあれも聞いてって言って、うん、でどっかがこうトーンって尖っていっとけば、はい、まあ、バズったりももちろんするだろうけれども、はい、俺たちが求めてるのってやっぱそういうのではなくて、こう、はい、自分たちがこう経験したり生き様の中で、あの時こうだったよねこうだったよねっていうような曲をまた聞いても、あ、今聞いてもやっぱこれちゃんと聞けるんだって言えるような作品であったら面白いかな。若い時は結構そういう風にこう熱くとか言うあったけど、今はもうずっとやり続けてるけど、ライフワークみたいな感じなのよ。あ、まあ、お仕事のオファーが入ってきてて、お、なんや出番やみたいな感じしておやったるぜみたいなはいはい、はい、そんな感覚よ。じゃあ行ってみようかっていう感じの感覚かな、はい、あんまりその僕こういうアーティストやってますとかじゃなくても全然そんな構わんし、はいはい、そういう風に見られたいとか、まあ、そういうわけでもないし。手羽先屋さんをやってる。そうなのよ今もうご縁がありましてですね、その手羽先番長っていう、手羽先番長存じ上げております。高山町のところ、はい、はい、暑い中まだ手羽先頑張ってあげてます、はい、あ、あげられてるんですね。ちゃんとやってますよ、はい、いや手羽先番長は結構生きるためよいやもう切実な話ね、それはもちろんそのラップやってて、はい、それでこう稼げて、はい、しっかり飯が食えていったらもうそれは、はい、ね、多分楽しいだろうけれども、うんうん、でも結果的にやっぱほら自分自身がまだそこまでなってないっていうところも多分あるんだろうし、うん、まあ、今ずっとこう生きてきた中で選択してきたことがただ今のこの自分のスタイルっていうか自分がやってることっていうだろうし、うん、決してこれで終わりではないし、やっぱもうこれからも、はい、まあ、いろんなこと多分チャレンジしていくだろうし、うん、音楽やってても多分変わらないことなんじゃないかな、うん、まあ、じゃあ今後も3人の姿が見れるわけですね。そうね、まあ、健康第一だよこれからはでいかにやっぱ人生楽しんでいけるか、はい、エンジョイやセルフ、自分に嘘をつかずにまっすぐに生きる、できそうでできない大切なこと、自らの人生経験の中で湧いた感情や思いを普遍的なメッセージとして送り続けるレイジさんは、アウトサイダーな印象とは裏腹に軽快で温かく爽やかな方だった。